お待たせしました。Apple Watch のクローンシリーズ第2弾。4000円台で購入できる Apple Watch Ultra のクローンは有機EL ディスプレイを搭載し、多分クローンだとバレません。こんにちは、ジョージです。今日は中華版 Apple Watch Ultra とも言える HK8 Pro Max を紹介していきたいと思います。今回は Apple Watch クローンシリーズ第2弾ということで、第1弾は TikTok で10万再生超えの非常に高い評価をいただきました。やっぱり Apple Watch Ultra って欲しい気もするけど、値段設定が高すぎて、なかなか購入するのは難しいですよね。でも今日紹介する HK8 Pro Max は、見た目は Apple Watch Ultra なのに、価格は4000円台で、しかも有機 EL ディスプレイを採用しているので画面がすごく鮮やかで、多分外観だけだとクローンとは気づかれないと思います。それでは早速外観や機能についてチェックしていきましょう。それでは行きましょう。はい、それでは開封していきます。 HK8 Pro Max 外箱の外観はこんな感じです。それでは開封していきます。まずは同梱物紹介していきます。説明書、そして強度は分かりませんが、保護フィルムと保護フィルムを貼るためのドライとウェットのクリーナーがセットになったもの、そして専用の充電ケーブル、シリコンバンド、同梱物は以上となります。それではフィルムを剥がしていきます。まずは外観から見ていきます。皆さん、このスマートウォッチを4000円台で購入できる安価なものだと思って見てください。外観はこんな感じで、本当にどこから見ても Apple Watch Ultra じゃないですか。本家はディスプレイにサファイアガラスを採用していますが、 HK8 Pro Max はガラスを採用していますし、本体ボディも本家はチタンを採用していますが、 HK8 Pro Max はアルミなので、まあ、よく見ればアルミの質感が出ていると思います。ただ仕上がりとしては本当にガラスの部分、アルミの部分、安っぽさは全然感じませんし、むしろ高級感すら感じます。次に裏側を見てみますが、裏側は本家はセラミックを採用していますが、こちらの HK8 Pro Max はプラスチックに特殊な光沢のある加工が施されています。プラスチックと言ってもプラスチックに感じないこの加工の技術、例えばこれ別の動画でも上げてるんですが、 Amazfit の GTR Mini なんですけど、こちらもプラスチックを採用してるんです。どうでしょう、まあ色の違いはあると思いますが、明らかにこっちはプラスチック感があるんですが、こちらの HK8 Pro Max のプラスチックの加工の仕方っていうのは個人的にはすごくクオリティが高いというふうに思います。ということから、素材はもちろん4000円台で購入できるスマートウォッチなので、本家と比較するのがまず間違ってるんですけど、質感という意味ではかなり素晴らしい出来だと思います。また本体についているダイヤルなんですけど、もちろんこのダイヤルは回ります。ただ、こちら第1弾で紹介した Apple Watch Ultra のクローンの DT8 Ultra なんですけど、こちらのダイヤルは、カチカチという音まで再現されています。ただ、HK8 Pro Max は、カチカチという音と感覚はありません。次に付属しているバンドについては、シリコンバンドを採用しているんですけど、正直この肌触りはあんまりいいとは思いません。非常に安っぽくて、数ヶ月経てば結構もろもろになってきそうなぐらい安っぽいシリコンバンドとなっています。DT8 Ultra のシリコンバンドは素材も非常に柔らかくて手に馴染みやすい質感だったので、バンドに関してはこの DT8 Ultra の方がいいと思います。で、バンドの形状に関しても実際につけてみますが、一般的な腕時計と同じで、最初にこの部分にベルトを通して自分の手首に合わせてバンドを固定します。そしてこの余った部分をここに収納して装着完了という形になります。どうでしょうか。 Apple Watch Ultra はケース幅が 49mm となっていて、同じくこの HK8 Pro Max も 49mm となっています。僕みたいに 183cm、80kg あるそこそこ大柄な僕がつけてこの質感なので、かなりインパクトがあると思います。
はい、こちら HK Pro Max で、こちらが DT8 Ultra なんですが、ディスプレイサイズは同じで、バンドの色が違う、バンドの質感が違うだけでこういう感じの見た目になります。本当にどちらもかなりクオリティが高いクローンだと改めて装着してみて思いました。そしてこの HK8 Pro Max なんですけど、 Apple Watch Ultra のクローンということなので、本体サイズも忠実に再現しているということで、こちら純正ではないんですけど、 Apple Watch Ultra 用のバンドを購入しました。こちらが付くかどうかをやってみたいと思います。はい、装着できました。こんな感じで綺麗に装着できています。実際につけてみるとこんな感じです。かなり黒のバンドの時よりはイメージがカジュアルになって、本体ボディのカラーとマッチしてよりアプローチウルトラに近づいたんじゃないかなというふうに思います。でこのバンドもメルカリで1600円ぐらいで購入したので、それぐらいの価格でいろんなバンドを付け替えて楽しむのも安価なスマートウォッチの楽しみ方の一つだと思います。文字盤に関しては完全にアプローチウルトラをパクってますが、HK8 Pro Max には Fairfit Pro という専用のアプリがあります。そのアプリをインストールして同期すれば文字盤をインストールできます。ただこの文字盤が結構微妙なんですよね。 Fairfit Pro のデバイスという部分を押して、ホットダイヤルっていうところの全てのダイヤルを押すと、ここに文字盤として反映させられる文字盤が一覧で表示されているんですけども、クオリティがそんなに高くないんですよね。で、あ、これいいなと思っても2ドルとか課金制なので、その点も正直評価しづらいです。まあ本体が安いのでこういったところで収益化をしようとしてるんだと思うんですけど、こちらの DT8 Ultra に関しては Wear Pro という同じような専用のアプリがあります。で DT8 Ultra のこの Wear Pro にもダイヤル表示といってパネルを選ぶことができるんですけど、こちらは種類も多いですし、全て無料ですし、クオリティに関しても HK8 Pro Max よりもクオリティの高いウォッチフェイスが用意されていると思います。ほとんどが何かしらのスマートウォッチのパクリだと思うんですけど、どうせなら外観もウォッチフェイスも全部本気でクローンを目指したらよかったのになと個人的には思ってます。 DT8 Ultra のウォッチフェイスはこんなものがあったり、シンプルなものがあったり、個人的にはクオリティは DT8 Ultra の方が高いと思います。 HK8 Pro Max に戻りますが、試しに Apple Watch 7っぽいウォッチフェイスですけど、これずっとぐるぐるしてるんですよ、まあ、こういったものがあったり、こういうものがあったり、こんな感じ、これは触ると花火が上がるというものです。はい、こういうものがあったり、これ実際に天気表示されてますが、押すとですので、全て無料ではないですが、 Fairfit Pro というアプリから同期することが可能です。ただこの Fairfit Pro というアプリが正直微妙で、まずこれが健康という、まあ、ヘルスケアに関わる部分なんですけど、中途半端に日本語と英語とそして中国っぽいデザインがされていて、非常に分かりにくいんですよね。倦怠感とか、このあたりは英語ですし、エクササイズも英語だったり日本語だったり、そしてこの自分っていうところも中途半端なデザインで、個人的には分かりにくいのと、デザインはあまり好きではありません。なのでアプリ側のクオリティに関しては DT8 Ultra の方が品質は高いと思います。 iPhone 風の UI というか、非常に分かりやすい UI になっているので、こんな感じだったりとか、シンプルかつ見やすいアプリになっていると思います。本体 UI 周りについて見ていきたいと思います。まずは下にスワイプすると通知を見ることができます。左にスワイプすると現在開いているタスクが見ることができます。右にスワイプするとショートカットメニューが出てきて、直近開いたアプリ、そして天気予報、時間、日付などがショートカットで表示されます。上にスワイプすると、こちらがスマホでいう上から下にスワイプするときに見えるメニュー画面なんですけど、懐中電灯だったり設定だったり、音楽を再生する機能だったり、電池残量、本体ディスプレイの簡易メニューがここで設定できます。でこのダイヤル式をプッシュすると、こちらも Apple Watch のような UI になっていて、これタッチパネルで動きます。設定だったりヘルスケアの部分だったりワークアウトだったり、いろんなところにここからタッチパネルを使って
進んでいくことができます。こちらの下の部分を押すと今開いているタスクが全部見えます。そして左側のこのオレンジのボタンを押すとワークアウトのメニューを選ぶことができます。でこちら有機 EL ディスプレイを採用しているので現在輝度をマックスにしているんですけど非常に綺麗なんですよね。 DT8 ウルトラと比較したらすごくわかりやすいんですけど DT8 ウルトラは液晶パネルで、こちらは有機 EL ディスプレイを採用しているので、全然発色が違いますよね。正直、こちらが3000円台で購入できて、こちらが4000円台なので、この1000円の差で、このディスプレイの差っていうのは、かなりコスパが高いと、この HK8 Pro Max に関しては思います。また、ディスプレイの明るさだけではなくて、タッチパネルの反応もかなりいいんですよね。こちら DT8 Ultra なんですけど、こんな感じのタッチパネルの速度なんですが、こちら HK8 Pro Max。反応もいいですし、動きがかなり滑らかなんですよね。この点も本当に4000円台のスマートウォッチなのかって疑ってしまうぐらいスマホを触ってるかのようなタッチパネルの精度なので、ここは最大の売りだと思います。やっぱり中華製のスマートウォッチには変わりないので、例えばこの設定の中のいろんな日本語翻訳に関しては邪魔しないモードとか、ディスプレイと明るい画面とか、微妙な翻訳のニュアンスが中華製品だなーって思うことはあるんですけど、もう個人的にはこのあたり親しみを込めてメリットなんじゃないかなと思ってしまうぐらいの、このあたりは3000円4000円のスマートウォッチに求めるのは酷だと思います。血圧に関しても計測してみます。上が130前後、そして下が80前後ということで、僕血圧が高い方なので近い数字は表示してくれてると思います。でこのアプリの見え方なんですけど、今はこんな感じで Apple Watch 風にグリグリタッチパネルで表示するような見せ方なんですけど、設定でアプリビューっていうのがあるので、これを例えばリストモードに設定すると、はい、こんな感じでリスト型になりました。こちらはもちろんダイヤルのつまみでも動きますし、ただダイヤルのつまみはそんなにこうスムーズじゃなくカクカク動く感じですが、タッチパネルの速度かなりいいですよ。こんな感じです。下手なスマホのタッチパネルの精度よりもいいと思います。他に機能としては電卓も当然ありますし、このリストの表示の日本語に関してはそんなに違和感はないように感じます。まあ、彼と私とかちょっと意味はわかんないんですけど、他にもアプリビューは数読ビュー、なんかちょっとわけわからないビューになりましたが、あと一つがブラックラッピングビュー、はい、こんな感じで、ああなるほど、ここを軸としてダイヤル式になっているっていう感じですね。なのでいろんなビュースタイルがあって、こういったところまでこだわって作ってるんだなっていうところがすごいなと思います。他にも簡単なゲームもあります。はい、そして DT8 ウルトラと HK8 Pro Max の違いとしてもう一点、バッテリーです。バッテリーに関してはこの DT8 ウルトラは表現としてはざっくりと減っていって、充電速度もかなり遅かったんですけど、こちらの HK8 Pro Max は充電の速度も、そしてバッテリーの減りに関しても違和感なくバッテリーが減っていくし、充電もそこまで遅くはなかったです。ですのでアプリの品質、ウォッチフェイスに関しては DT8 ウルトラの方が優れていると思います。ディスプレイに関しては有機 EL ディスプレイを採用して、タッチパネルの感度、そういったところが HK8 プラスの方が優れていると思いますし、価格は1000円差なので、本音を言うとこの2つの良さが合わされば5000円出してもいいかなと思えるぐらいの出来になると思います。まあしばらく使ってみないとわかりませんが、すでに僕は DT8 ウルトラを普段使いしているので、HK Pro Max も十分普段使いできると思います。
はい、いかがでしたでしょうか。今日は Apple Watch Ultra のクローン HK8 Pro Max を紹介してきました。第1弾の DT8 Ultra と簡単に比較もしながら、この HK8 Pro Max の良さについてもお伝えできたかなと思います。有機 EL ディスプレイ本当に綺麗ですよね。タッチパネルの精度も良かったし、Apple Watch Ultra 用のこのバンドにも互換性があるということで、4000円で買えるスマートウォッチと考えれば非常に良い出来だと個人的には思いました。で、僕は Apple Watch 7をこの前まで持ってたんですが、普段あまり時計をつける習慣がなかったので、5万円から6万円と非常に高価なものなので、つけてないとなんかもったいないなっていう気持ちもあったんですけど、こういった4000円とか3000円のスマートウォッチっていうのは、つけたい時はつければいいし、つけたくない時はつけないっていう、そういう気軽さも大好きになりました。まあどちらも惜しい点はいくつかあるんですけど、僕は普段使いでどちらか気分によって使い分けていこうと思いますし、バンドも気に入ったのがあったら購入して付け替えてみようかなというふうに思います。まだまだ中国製品には品質が高くてユニークなものはたくさんあると思うので、見つけ次第レビューしていきますので、楽しみにしていてください。あと、Amazon で HK8 Pro Max とか DT8 Ultra って検索すると似たような商品がたくさん出てくるんですけど、当チャンネルで紹介したのは HK8 Pro Max、そして DT8 Ultra のこの2種類だけなので、その他のものは自己責任で購入するようにしてください。あくまでも1万円以上するようなものは購入しないようにしてくださいね。ジョークグッズとして捉えてください。はい。ということで、本日も動画のご視聴ありがとうございます。今回の動画が良ければ、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また、ジョージガジェットというガジェットと人生楽しむためのブログマガジンっていうのもやってますので、そちら概要欄に載せておきます。チェックお願いします。ツイッターのフォローもよろしくお願いします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。